えー、こんばんは。今日のツイートで学習ロボットとチャット GPT の違いがありました。人工知能はどう違うのか理解してません。詳しく教えていただきたいです。えっと、あの、人工知能という言葉で、いろいろなものを勝手の名前で呼んでる人っていうのも多いんですよね。例えば、その、ちょっと前からその、要はプログラムとかで、じゃあ、例えばそのなんか、あの、パンって書かれたら、じゃあご飯の方が美味しいよって返す、みたいな。 その人がプログラムで作ったアルゴリズムで返答するものも人工知能と呼んでる人もいるんですけど、ちょっと前にそのディープラーニングって言われるあの機械学習と呼ばれるモデルが結構流行ったんですけど、まあその、えっと将棋とか囲碁とか機械学習で結構強いのってなったんですけど、まああのいろんなその囲碁の,あの寄付だったりとか、そのデータ、その将棋のデータとかを食わせまくって、で、じゃあ将棋どうやったら勝てるのかっていうのをこういろいろなこうパターンを試して、 で、そのパターンを試すっていうのを大量にやり続けることで、まあ、こういう形でやったら勝てるんじゃねえな、みたいなのを人間が思いもつかないような手を出してくるっていうので、割とその人間よりも賢いんじゃねえ機械学習っていうので、それをなんか人工知能 AI と呼ぼうみたいな感じで結構呼ばれ始めたっていうのが、2、3年、3、4年前ぐらいかっていうのが流行りだったんじゃないかなと思うんですけど、で、その後、えっ、ー、と、半年前ぐらいから、あの、ステーブルディフュージョンっていう、 あの、ま、その、画像を生成する、あの、その、えっと、ソフトが割と流行ってきて、で、そのなんか、あの、適当にじゃあ、こう、えっと、リンゴを食べてるおばあちゃんの絵とかって書くと、リンゴを食べてるようなおばあちゃんの絵を CG で適当にでっち上げてくれるっていうのがあったんですよ。っていうので、そのなんかもう機械すげえ、機械学習すげえ、AI すげえ、みたいな感じになったんですけど、で、最近流行りのチャット GPT の場合は、その、 まあただ、その、まあ、あの、えっ、ー、と、ステップルディフュージョンによるときも、その単語を区分けしていなきゃいけなかったんですよね。じゃあ、おばあちゃん、赤い服、机、りんご、みたいなので、で、それをコンピューターが理解した上でやるんですけど、なんか、赤い感じの服を着てて、ちょっと可愛い感じの、なんか、髪型のおばあちゃんみたいな、その自然言語で、その、えっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、チャット GPT に命令するっていうのが可能になって、 で、チャット GPT はその書かれた質問を自然言語をちゃんと意味を理解して、で、チャット GPT はその人間の言語のように返すっていうのをすごい得意になってるっていうのがあるので、カクカクしてますはい。なので、その、えっ、ー、と、聞いた質問に人間かのように返してくるっていうのがあるので、割とその、あの、人工知能感がより強くなったって話なんですけど、で、ただそのチャット GPT に、じゃあ西村博之って誰って送ると、そのなんかあの、日本の政治家とかって書かれたりするらしいんですよね。っていうぐらい、その、 あの、文章としてはすごく自然なんですけど、書いてる内容は結構適当っていうものがチャット GPT は今返してくる状態なんですよ。で、要はその、えっ、ー、と、なんでそのチャット GPT がそういう、あの、ま、あの、システムになってるかっていうと、その例えば、えっ、ー、と、えっ、ー、と、明日、雨がって書いてあったら、多分次に来る単語はほとんど降るなんですよ。明日、雨が降るみたいな。 なので、そのネット上にある日本語のデータを使うと、明日雨がっていうと、降るとか降ったが大体多いので、じゃあ降るとか降ったとか入れとくと、人間っぽいよねっていう感じで、ネット上にあるデータを使うことで、この単語とこの単語が並んだら、次にこの単語が出てくる確率が高いよね、というものを自動的に出す。ので例えば、明日の天気って聞かれた場合は、雨か晴れか曇りっていうことが多いと、明日の天気、ネズミとかってないじゃないですか。 なので、なんかこういう答えをするものがデータに多いよね。じゃあそれっぽいものを出そうっていうのなので、帰ってくると、おすげえ、自分が期待した答えが帰ってきたっていう感じがするんですけど、内容が正しいかどうかはチャット GPT は一切考えてないんですよ。なので、その検索エンジンとか、その明日の天気っていうのを入れると、 その明日のの天気はは曇りとかっていうのはちゃんとあの天気予報の結果を出してくるんですけど、チャット GPT は別にあの話の内容まで理解してるわけじゃなくて、それっぽい文章を返すっていうのに特化してるっていうのがあるので、ちょっとまあそのディープラーニングだったり検索エンジンとかとはちょっと違うんですよね。多分今後起こりうることっていうのは、自然な会話っぽい感じで質問を投げたものをチャット GPT 的なものに処理をして、その後に出てくるデータっていうのは、ディープラーニングみたいなことを使った、ちゃんとそのデータとして整合性だったり、その、のえっと、 計算上正しそうに見えるものというのを書くとか。で一応今、マイクロソフトのビングがやってるのは、その自然言語で質問したものを、その検索エンジンを勝手に検索して、その結果を出してくるっていう。例えば、えー、っと、じゃあ、家の中の冷蔵庫に肉とほうれん草があるのでおすすめのレシピを教えてくださいみたいなのを、このままの文章で Google とかに入れても、多分何も出てこないですよ。 なんか、あの、それはその文章長すぎる問題と、あと実際それに本当に適しているページがあるかっていうのないので、なのでなんか該当のページはありませんみたいになっちゃうと思うんですけど、リングの場合は一回そのプン a i っていうチャット GPT 作ってる会社の、あの、チャットを通して、 で、その、ま、こういう感じのことをレシピを聞こうとしてるんだな。で、ほうれん草の肉が家の冷蔵庫にあるんだなっていうので、肉、ほうれん草、レシピとかで検索して、その結果として、Bing の検索エンジンの結果のページを出してくるっていう。その複合技を出してくるようになって、結構使えるようになってると思うんですけど、その割には Bing 全然使われてないんですよね。なんかあの、そのチャット GPT すげえって言ってるんだったら、みんな Bing 使えばいいのにって思ってるのに、なんか全然 Bing 使わないんですよね。 どんどんスパチャがなくなっていく。すいません。はい、読みます。はい、そいませんえっ、ー、と。お、ん夫原病なのかな夫源病の夫は自分が悪いと気づいてるんでしょうかすいません、あの、これ <laughs> 最、最初のそのなんか夫源病の意味がわからない僕です。はい、えー。大事にしてる価値観と人生のマイルールは何ですか選択肢が多いこと、自由なこととか、そんな感じじゃないですかね。 えっと、二瓶マークにいいのかな配信をし,、えー、します。ありがとうございます、えー。交通違反の動画を運営しています。ありがたいことにたくさんの方に見ていただき、チャンネル開催2年で1億5000万再生を超えました。 そんなチャンネルで1500万再生された動画があります。青ナンバーのいわゆる眼光官の交通違反を取ったのですが、その外交官を取り締まりの警官を無視し、そのすぐ後ろの外交官に連れられた一般車が警告されましたフジ。フジテレビでも取り上げていただいてご覧になった方もらいらっしゃると思いますが、やはり走る外国と言われる外交官は罪に問えないでしょうか。はい、問えません。うん、えっと、その外交官と、あとその外国の大使館の中で行われる犯罪というのは、この国の法律で、あの、 えっとその国の法律で捕まえたりしてはいけないっていうルールがあるんですよ。まあ、あの、違い法権と呼ばれるんですけど、まあ、要するに例えば、その、えっと、外交官がなんだかわかんないルールで勝手に使っちゃうと、例えばじゃあ、えっと国によっては、そのビール飲むの禁止っていう国もあるんですよね。アルコール禁止の国みたいな。で、そこで、じゃあ、ドイツ人がビール大好きですって言って、ビール飲んで捕まったら大変じゃないですか。<laughs> なののでその えっと、大使館の中でビールを飲むのは自由にしていいですよと。なので、その中は自由にしていいんだけど、外でそのビールを飲んだ場合は捕まればよいでしょう。ただ、外交官の場合は捕まったとしても、外交官なので、その、無罪ということになります。 人殺した場合ぐらいであれば、多分自分の国に戻ってから、あの裁判になって殺人になると思うんですけど、基本的にはその外交官が行った、あの行為ということによって、その国で粗罰しちゃいけません。なぜなら要はその、国によって法律が違うので、なんかお前の国の外交官がうちの法律でなんか引っかかったよとか言い出したら、切りないじゃないですか。それで揉めることになるので、なので外交官であるときは、その、その外交官の滞在している国の法律では裁かれないというルールがあるので、 なので、なんか、あの、お、アフリカ諸国の大使館の中で、あの、なんか違法カジノが開かれてるみたいな、そういうのもあったりするらしいんですけど、とはいえ、その、日本の中にあったとしても、そのアフリカの国の大使館の中であれば、その日本の法律は適用されないので、カジノでも好きにやってってことになっちゃったりします。なだね、麻薬でも何でも好きにやれるっていう状況になったりします。なので、外交官罪に問えないっていうのがあって、で、日本の場合だと、さらにアメリカ兵罪に問えないっていうルールがあるんですよね。 あの、あその沖縄のアメリカ軍基地に所属しているアメリカ海兵隊の人が何かやらかした時も、その日本の警察は逮捕できなくて、アメリカの軍、その軍法裁判所で、あの、裁判になるだけで、その日本の警察だったり、日本の裁判所が、あの、罰することができないっていうのがあるんですけどで、ドイツとかイタリアとかアメリカ軍の兵隊がやらかすと、そのドイツだったり、イタリアだったりの国の法律で罰せられるので、なのでそこら辺は日本は、まあ、地位協定ってやつなんですけど、 あの他のヨーロッパの国とかよりは不利な条約を結んでるっていうのがあるので、まあそこら辺変えた方がいいんちゃうでって思うんですけど、あんまり日本政府にそれ文句言う人いないんですよね。まあそのあの日米地位協定でアメリカにとって有利すぎるんじゃねっていうので、割と僕はなんか日本と問題としてその条約変えた方がいいよって思ってる派なんですけど、なんかあんまりそういう揉め方というか、なんか文句を言う人いないんですよね。 えー、ひるき忙しいのに、最初に入りがとビルダーのを達人にしてください。は、そんなに忙しくないからなんですよね。えー、っと、えー、こんばんは。先日、嫁に技をかけられて、飛ばすだけ飛ばされた義母です。えー、これから私は早く、えっ、ー、と、今、50代前半です。えー、これから孫にも会えず一人孤独死するしかないんでしょうか。 別にあの、一緒に暮らさなければいいだけで、あの、一年に一回だったり、そのなんか、あの、お正月とか、じゃクリスマスのプレゼント買ったから会いに行くとか、別にあの、別居して会いに行くっていうのをやればいいだけで、一生会わないみたいな話じゃないと思うんですけど。 えー、YouTube で解眠聖書朗読というシリーズをやっています。えー、創世紀前後10章をひたすら読み、えー、先日総集編を出したところです。聖書って日本人には馴染みが薄いですが、あえてネオ調査速度で BGM と一緒に流すと、ありがたい話を聞いているとなぜか眠くなる法則で睡眠不足の人にめちゃめちゃ伝わる気がしたのですが、伸びは今のところ微妙です。アドバイスを流せします。ちなみに僕はクリスチャンですが、聖書はクソネックになります。えっと、 多くの人が多分気づいたら寝るときに便利っていうのを使うかもしれないですけど、多分もうちょっと便利なものいっぱいあるんですよ、ね、例えば、あの、その英語学習したいみたいな人がいて、英語学習系のなんか NHK ラジオとか聞いてると寝れるみたいなのがあったりするので、ね、のでなんかそもそも興味がない創生期っていうのをクリックしようにまずならないって言うんですよ。 えー、いつも楽しみに聞いています。最初に二次創作同人活動、カッサッシングズなどで、黒字を出したらいけないよね、という意見を見にしました。この反面、一次創作同人活動、カッサッシングズなどは、むしろ黒字を出していいよね、という意見を見かけました。えー、ですが、双方ともに現状、利益を出さないような風潮を感じますが、一次創作同人活動について、ヘルクさんどう思いますか二次創作と比較しながらお話しくださったら嬉しいです。えっと、一次創作っていうのは、 えっと、小学館がドラえもんを出版していて、小学館がドラえもんのぬいぐるみを出すっていうことでいいですかではその、えっと、一時創作物という、その創作物が、えっと、あの、まあ、ま、最初にその、藤子不二雄さんが書いた漫画ですと。で、それを小学館が出してますと。で、ぬいぐるみは藤子不二雄さんじゃない別の人が出してるけど、それは小学館が藤子不二雄さんと契約してる上で出してるので、一時創作物。 で、あの、コミケとかで、あの、ドラえもんの漫画を勝手に書いているのは二次創作物っていう、そういう区分けでいいですかで、いくと、あの、基本的には二次創作物は全て違法です。基本的には。要はその、えっと、一次創作物であるオリジナルのものを利用して、そもそも発表すること自体が違法です。で、ただその、 パロディーじゃねえかとか、フェアウースじゃねえかっていうので、一応その、要は、あの、訴えたり刑事罰になるほどのものではないよねっていうものがあったりするので、グレーゾーンと呼ばれてますけど、法律上は基本的には違法です。ただ、見逃してくれてる、あの、出版社だったりがそこそこ多いよねという話です。 で、あと、その、えっ、ー、と、ワンフェスみたいな、一日だけ、その二次創作物に関しては OK という特別な権利っていうのを出版社と結んでますみたいな、かなり特殊な事例はあるのですが、そういうのがない限り、基本的に二次創作、二次創作物ってのは違法です。 なので、あの、利益を出しちゃいけないよね、じゃなくて、そもそも違法です。で、ただ、その、利益を出してなくて、本当に好きでグッズを作ってるだけだったら、別にそれ、取り締まるほど悪いことでもないよね。だからほっとこうねっていう、その、ある種の、その、おめこぼしというのが成立していました。要はその、なんか、じゃあ、好きでぬいぐるみを作りました。手作りです。で、そのね、なんかぬいぐるみ作るのに20時間ぐらいかかりましたと。で、すごい頑張って作ったが、 のと、じゃ材料費で1000円くださいだったら、まあ20時間かかって作ったぬいぐるみが1000円で売れるって、まあ労力も考えたら割に合わないから、捕まえてもしょうがないじゃないですか。なのでおめこぼしってなってるんですけど、そのコミケとかで、あの、バカすか売れて、なんか年収2000万円ぐらいになってるんだけど、脱税してるとかになると、いやいや、それはアウトでしょっていう。で、ポケモンとかもなんかエロポケモン同時児とか書くと、あの、堂に訴えられて警察に捕まるっていうのがあったりするので、 なので、本来アウトであるっていうところを、ただおめこぼしになってるだけなんですけど、そのおめこぼしになってるという部分を取り上げて、利益を出さなければ合法なんだって考えるのはアウトです。はい、っていう説明でよろしいでしょうか。えー、どうやったら最強の肥ウキッズである肥ウキングになれますか肥ウキングはね、多分なりたくてなれるもんじゃないと思うんですよね。 多分、あの、誰かの真似ではなくなっていった上で、その時に自分の名前がひろゆき的な感じの名前だと、ひろゆきングって呼ばれるんじゃないですか、えー、昨日の立ち話と川上氏の対談を作業しながらとびとびで聞いていましたが、川上氏の受け答えと考えがとても異常に感じました。私の感覚は間違ってますか僕別に異常とは感じないんですよね。あの、そのコミュニケーション能力が低い人なので、あの、分かりづらいんですよね。 要はあのこのことを言おうとしているんだろうけど、頭の中でこんがらがって何を説明しているのか、自分でもわからなくなってるんだろうなとかっていう感じで、僕は、あここはなんか言葉間違えたな、噛んだな間違えたなとかっていうので、ね、別に気にせず聞けるんですけど、だかその噛んじゃって何いけるかわからない、同じこと言ってて話が長いからわからないってなる人はいると思います。なのであの、話下手な人が人前でカメラ回してしゃべると、大体あんな感じだと思いますよ。 なので、別になんかそんな取り立ての特殊なことが起きているという感じは僕はしなかったんですけども、はいえー、生活保護の返還をしなければいけないのですが、約40万くらい多く請求されているようです。時効も以前調べたときより伸びているようです。 生活保護受給以前の相続なので、私は全く知らなかったし、相続の中に売れない不動産があったり、手続き時間から1年も伸びてしまいました。今となっては、これに相続があることを隠してたような気すらします。どうしても納得いかない場合は、弁護士さんは相談に乗っていただけるのでしょうか英語の話をして申し訳ありません。ぜひアドバイスお願いします。えっと、もともと生活保護者の人が、あの、たまたま遺産相続をすることになって、で、どういう遺産があるのかって分かんない状態で、とりあえずほっといたら、実はその不動産があるよね、ということが後で分かり、ということは 資産があるんだから、資産がある状態で生産、生活保護を受けたんだから、返金しろっていうことを役所に言われた。で、それは、えっ、ー、と、自分は知らなかったことだし、で、遺産相続のそういう土地があるということを、役所の方が隠していたんじゃないか、その結果、こういう状態になったんじゃないかというふうに疑惑を持ってらっしゃるってことでいいですかっていうのでいくと、あの、役所は、あの、生活保護を扱う部署と、その相続税とか扱う部署は全然違うじゃんので、ね、なんか、あの、結託して隠そうというのは基本的にはありません。 でただ、実際、じゃあ、相続した土地がいくらなのかっていうのは、まあ、そのある程度売ってみないとわからないよねと、二足三本かもしれないよねみたいなのもあったりするので、なので、なんか、税務署の方はなるべくその多くを取りたいと。 で、生活保護は、なんか資産があるっぽいから、もうその時間の生活保護は全部不正受給だよっていうのにしたいっていうのがあると思うんですけど、ちゃんと計算して、この金額だったら生活保護をここまで返すべきだけど、まあ大した金額じゃないから、この部分に関しては生活費で必要だよねっていうのがあったりするので、でそこら辺を整理するためにも、その税務署と戦って整理しなきゃいけないので、なので弁護士さんに相談した方がいいんじゃないかなと思います。なので、あの、話し合う相手は僕じゃなくて、弁護士さんなんじゃないかなと。 えー、アパートの貸し販売のバイトを1年しています。発売トです、えー。店長50代女がパワハラかつ学生いじめの傾向にあり、1年に5人ほど辞めさせています。いじめの予定が少し前から私になり、ミスの荒探しや機嫌の悪さを体力なす仲間外れにしてきます。えー、前回辛すぎて、えー、休憩で泣きやめようと、踏ん切りがつきました、えー。悔しいですが、もう耐えられません。それでも1年続けられてください。ほぼかやです。続けられたのは私に少しは素質があったからですよね。何か罰が当たってほしいくらいにくいです。 えっと、まあ、あの、やべえと思った時に、逃げ足の速い人と逃げ足の遅い人というのがいて、いちごさんは逃げ足が遅い結果すげえ頑張ったっていうのなんですけど、んで、あの、やばいところから逃げるというのは正解なんですけど、ただ、やばくないところでも逃げ足が速いところは結構逃げちゃうんですけど、ずっとそこに行き続けたおかげで、結構そのスキルがついたりとか、その会社の中で評価があって出世するっていうパターンもあったりするので、なので、あの、もうちょっとやばくない会社っていうのを見,見抜いて、で、そこの会社で今度は頑張るっていうの。 やればいいんじゃないかなと思いますけど。なので、その、我慢する力が強いというのは、それはそれで能力なので、そこがちゃんと活かせるような会社とかに行くといいんじゃないかなと思います。なので、あの、営業系で、あの、ちゃんとその給料が売上に連動していくような会社に行くと、結構給料が上がる可能性ありますよ。だからその、訪問販売みたいな、割とあの、根性がないとできない仕事っていうので、すぐ逃げる人多いんですけど、ただあの、頑張ってやり続けると、それなりにその売上連動で給料上がっていったりするので、 なので、そういう系でやると、ひょっとしたら、あの、才能が磨かれるかもしれないですよ。えー、高校球児のペッパーミルパフォーマンスどう思うんですか別に好きにすればいいと思うんですけど、ただ僕ちゃんとその追ってないんですけど、なんかそのミス、エラーがあって、その後にそのなんかペッパーミルパフォーマンスをしたっていうので、その、 他の人がエラーによってパフォーマンスをやるというのは、そのエラーをした子を馬鹿にしているという意味に取られてしまうかもしれないし、で、そのヌートバー選手の、そのあの、ジェスチャーをやることで、そのヌートバー選手はそんなことしない、要はエラーをした人と馬鹿にするような形でジェスチャーをしない人なんですけど、そのタイミングでするのは良くないよねっていう形なので、多分タイミングの問題じゃねえかなと僕は思ってるんですけど、はい。 えー、MMT 否定派のようですが、ベーシックイミンカムを実現するためには、MME を肯定して国際大量発行するか、社会保障から商工税からあらゆる予算を切る必要があります。一人当たり7万円配ったわけで年間100兆円以上必要だからです。どちらを指示しますかえっと、あのー、 ニコニコ大百科にベーシックインカムを実現するにはどうしたらいいか会議のベーシックインカム案っていうのもね、ニコニコ大百科、ベーシックインカム案っていうのを調べてもらえれば、割とあの、既存の社会システムを維持したままで、その相続税増やすとか、あの、所得税上げるとか、あの、パチンコ税作るとかっていうので、80兆ぐらいまで上げられるっていうふうになってたりするので、なので別に MMT じゃなくてもベーシックインカムは可能なので、その、ベーシックインカムを実現するなら MMD でなければなら ないいみたいなその頭の悪いいい択はやめた方がいいと思うんですよ、ね、なのでその100兆円必要だったら、別に既存の予算の中でくり、まあ、繰り出して、その、なんかこっちを持ってって、あっちを減らしてっていうので、別に計算上可能なので、別になんか MMT みたいなわけのわからないものを使わなくても、ベーシックインカムは実現可能だと僕は思ってます。は、え、じ、ー、めまして、現在、足5年目。 えっと、足5年目、漫画賞受賞歴あり、来年結婚ビザ、結婚ビザでニューヨークに移住予定です。今の足の仕事を持っていける可能性が高いので、縁は稼げる予定。せっかくのトイペなので、どれも稼ぎたいんですが、漫画を書くスキルを使って稼ぐアイデアをいただけたらおいしいです。割とあの、その、えっ、ー、と、パロディ的な絵を書くっていうのは結構、あの、アメリカだと、その、えっ、ー、と、その、日著作物に関して法律が緩いんですよね。 あの、日本の場合って、そのパロディという概念が権利として認められてないんですけど、アメリカの場合はパロディというのが権利として認められてるので、なので、あの、フェアユースの範囲内であれば、別にそのキャラクターの絵を使って売ったとしても別にも問題ないですよっていう形になったりするので、ね。 なので、あの、アニメ系のフェスティバルとかに行くと、割とその、絵描きの人がブースを作ってて、自分の描いてる絵とかっていう、そのキャラクターの絵とかを売ってたりするので、なので、あの、そのアニメ系のフェスティバルが、アメリカで年間に500個ぐらい行われたりするんですけど、えっと、サンフランシスコとかだと、えっと、J-POP サミット で、ロサンゼルスだと、ロサンゼルスはコミコン、あれコミコンじゃなくてんだっけなんかアニメのイベント行ったんだけど、知った。で、サンディエゴだとコミコンで、ニューヨークもコミコンで、で、あとハワイでなんかカワイイフェスとかだっけとか、あと,、えー、とシアトルだと桜フェスだっけなんかそんな感じの、割と僕全部、今,今言ってる全部行ったことあるやつなんですけど、あの、知識ではなくて、あの、知識量って書かれたんですけど、あの、行ったやつです。はい。 なので、割とあのその海外のそういうイベントって結構あの自分で見てたりするので、なのでこういうのあるんだなっていうのが分かったりします、はいえー。彼女に依存しすぎて毎週休日あったり連絡を頻繁に返してほしくて要求してしまい、彼女が少ししんどい思いをしています。相手のことを考えてもう少し行動したいんですけど、自分の気持ちを抑えきれると嫌な気持ちにさせてしまい、このままでは続かないとおまし彼女も付き合う前の方が良かったと言ってくれます。僕は別れたくないです。本当に悩んでおります。えっと、嫌なこととか相手に対して要求があるときはテキストで送るようにしてください。 あの直接口頭で送ると、その感情が乗ってしまって、結構揉める要因になったりするので、なので、あの、なんか LINE だったりとか、一回そのテキスト的なものを挟むっていうのにした方が、お互い冷静に受け止めやすかったりするので、そういうテクニックでごまかすといいんじゃないかなと思います。え、神奈川県在住の者のです。神奈川県海老名市のこと、どうでしょうか。知っていたらどのような印象か教えていきたいです。 えっと、あの、メロンパンがサービスエリアにあるっていうのと、あと昔ズンさん、あの、東方のズンさんが海老名に住んでいたっていうのと、あとなんだっけあと知らない。<laughs> すいません。あんまり詳しくないさ。はい、えっと、悪とは何か弱さから生じる全てのものである、ひろゆきはこの小判に共感する、いいえ。 実あの、悪か善かというのは、その立場によるので、その自分たちがやってることが正しいと思ってる人は、その反対側の意見は悪であるという表現をするんですよ。違う意見、異論とかっていう捉え方もあるんですけど、それを善と悪で表現する人も結構いるっていう話なので、なので、人によって善とか悪って違うよねっていうので、あの、こう、なんかこうえ、善とはこういうものである、悪とはこういうものであるっていう考え方自体がどうなのかなと思いますか、まあ、例えば、その、えっ、ー、と、 人を殺してはならないというのが一般的に善悪で言うと、まあその善で人を殺したやつは悪だよねってなるんですけど、じゃあその戦争とか死刑とか何なのみたいな、やっぱりその状況によって悪ではないよね、この行為はとか、善ではないよね、この行為はというふうに日本人の人は考えるんですけど、あの死刑反対の国の人とかは、そのどんな状況であれ人を殺すのは良くないよねって考える人が結構多数派だったりするんですよね。 どんな悪い奴だったとしても、でもその人殺しちゃダメだよね。だから無期懲役がいいよねって考えたりするんですよ。で、あの、戦争絶対的に反対みたいなのを見て、なんで日本のその状況によっては人殺していいよねっていうのが当たり前だと思ってる人は結構いるんですけど、あの、どんな時でも人を殺すべきではない。殺すぐらいなら殺された方がいいっていう人も結構いたりするので、なのでそのなんか絶対善みたいな設定も結構難しいんじゃないかなと思ったりします。 えー、昔から人のことを褒めるのも褒められるのもなぜかすごく苦手です。なぜでしょうまた幸福できるでしょうか僕も苦手なので幸福できてません。なので人を褒めないようにしてます。ぬ、えー、るま湯に使っている自分が嫌で相談です。40歳資格なし営業しかできない無能品な社員。世帯年収900万で田舎暮らしで不自由してません。そんな自分でも白紙からできる年賞2000万オーバーを目指せる日焼さん、おすすめの仕事または事業はないですかえっと、 ぬるま湯に使ってる自分が嫌だったとしたら、もう何回かやってます。なので、あなたはぬるま湯が大好きです。<laughs> あの、要はなんか、自分がぬるま湯に使ってないって言いたいっていうだけで、あの、40歳資格だし営業しかできない平社員という時点でもうぬるま湯大好きです。で、その状態の自分を変えたい。900万じゃなくて2000万円欲しいって言ってるだけなので、そこら辺のそのなんか、あの、自分の状況がわかってない40歳という時点でもうかなり年収2000万オーバー無理だと思うんですよね。 今その努力家で何らかしらのその頑張らなきゃいけない資格を取らなきゃいけないと思ってるんだったらもう40になる前に何らかしらの資格を取ってると思うんですよ。で、もしくは管理職に出世してると思うんですよ。その向上心がないけど何か向上心がないっていうのを40歳で気づいてで何とかこれから頑張りたいですっていうのであればあの今すぐ資格を取るので5期の勉強してください。頑張ってください。 えー、ひろゆきさんはおしゃれも無関心で食生活も贅沢してないようでお金を貯め込んでるかと思いますが、お金持ちがもらって嬉しいプレゼントって何ですかありません。あの、なんだろうな、その、えっ、ー、と、買いたいものは自分で買うので、で、手作りのものとかもらってもうざいんですよ。別にあの、そのなんか、手作りの食べ物とかもらっても怖いじゃないですか、赤の他人からもらうと。なので、あの、えっ、ー、と、 高い料理をおごってもらえるだからお寿司をおごってくれるとかは嬉しいとか、それぐらいじゃないですかね。なんか物になるものをもらっても家が狭くなるから嫌なんですよね。だからそのなんかすごいいい壺なんですよ。この壺とかもらっても置くのなんか場所取るし邪魔だなっていう感想しかないんですよ。で、これでも転売したらなんか15万円になるからって言われたら、じゃあ15万円くれよとか思っちゃうんですよね。 なので、その、自分のお金だったら食わないような、なんか、すきやばしじろの寿司とかをおごってくれて、あ、こういう味なんだ、美味しかった。でも、自分のお金だったら払いたくないよね、みたいなのが、嬉しいなと思います。はい。で、あの、基本的に人は現金をもらうと嬉しいですよ。はい、えー。デパートで貨車販売のバイトを1年しています。発売とです。えー、店長過去50年女がパワハラかつ、えー、学生いじめ傾向にあり、1年に5人ほど、あれ、こういんだやつか。あ、すみません、すみません。 あ、こっちがえっと、今ね、あの、二つのラインでこう、拾うっていうのをやってて、一つのラインの方が、だいぶずれちゃいました、えー。専門的な資格や技術がなくても、家で手軽に稼げる仕事、副業のおすすめありますかありません五 <laughs> 5万円や10万本ほど稼げたらいいなと思いますが、ありません <laughs> あの、世の中に、そういうあの、楽をして稼ぎたいと思ってる人が大量にいて、で、あの、 バレてない、実は稼げるよねっていうものはちょこちょこあったりするんですけど、大体の、まあ、ちょっと昔で言うとセドルみたいなですね。でも大体そういうのっていうのは、もうあのみんなに気づかれて、どんどんその差が埋まってって、そんなに儲からない仕事になってるので、あのその、例えばじゃあ僕が今喋ってるのを7000人ぐらいの人が聞いてると思うんですけど、これ儲かるよって言って、あ,あ、そうなんだって7000人ぐらいの人がやると、もうすぐにその市場は埋まってしまって儲からなくなります。なので、多くの人が聞いてることころで聞いたとしても、楽に稼げるようなものは見つかりません。残念でした。 コメント書きますねカエルって何ですか、ね、知らないです。えっと、なんかあの、えっ、ー、と、なんだっけ、鳥山明さんが絵を描いて、<laughs> ファイナルファンタジーの坂栗さんっていう人が作ったゲームで、割とそのあのタイムトラベル的な、割と面白いゲームがあったんですけど、で、あれの主人公の一人にカエルがいて。 で、そのカエル割と強いから僕結構好きだったんですよね。っていう、あの、お,おっさんしかわかんないゲームの話をしました。クロノトリガー正解。クロノトリガーのね、続編がね、びっくりするぐらいつまんないんですよね。なんかその、クロノクロスだっけなんかクロノトリガーかと思いきややってみたら、なんかキャラも全然面白いキャラいっぱいいるわけでもないし、確か鳥山明さんの絵でもなかったのかななんか中途半端で僕やめちゃったんですよね。で、クロノトリガーが面白かったのは、<laughs> ラスボス最初からいるんですよ。 もうここに行ったらラスボスであって分かってる状態で、最初からラスボスに行けるんですよ。でも絶対勝てない。なので、回り道をして、だんだん強くなって、これくらいだったらいけるだろうみたいな感じで行って、うわーやっぱ強いわーって言って、また別にその、味方を増やしてくって、そういう感じで、割とね、あの、設計としても結構面白かったんで、あ、クロノクロス好きな人もいますね、えー。なので、なんか、ああいうその、設計まで含めて面白いゲームっていうのは、なんか、まあ、 えっと、ああいう、アイディアって一回使われちゃうともう、あの、次が使えないので、なので、あの、昔のゲームの方が、このアイディアは初めてだよねっていうのが多いので、なので、そういう意味では、あの、驚きは昔のゲームの方が多かった気がしますね。えー、30歳年収4 5 6新女です、えー。医療機関に勤めたけになります。仕事は好きですが、時間に縛られることが嫌になり、週3くらいのパートになります。自由な時間が増えることで今は満たされてますが、ふとした時に収入が減ること、保険年金のことを考えるとこになります。励ましてください。頑張れー <laughs> <laughs> これでいいですか <laughs> いや、別になんかあの、多分自由な時間で満たされてるけど、その収入が減ることっていうのに将来不安を感じるんですけど、ただ、その週3働いて月に入る金額と自分の生活コストを考えて、うん、あの、要はその貯金を切り崩してますだと不安になるんですけど、生活とかコストがそれより安くて、別になんか楽な仕事してるだけで毎月貯金できるじゃんってなると、あ、人生超楽しいってもので、なので生活コストを下げるっていう方で、 頑張っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。シリコン生命体についてどう思うんですか、まあ、生命とは何ぞやっていうので、まあ、最近そのチャット GPT4 が出てみんなその IT 業界を押ぎわなんですけど、まあ、あのそのリアクション、まあ、そのテキストベースのリアクションだけで相手がチャットボットなのか人間なのかのもう区別ができなくなってしまったので、もリモートの時代じゃないですか。 なんでその、じゃあ画像が出て、ズームで喋ってるように見せかけて、実は AI 広域の可能性もあったりするので、なのでもうシリコン生命体だよねっていうのは実質的にはもう実現しているようなものだと思うんですよね、えー。韓国のユン大統領によって日韓外形は改善すると思いますか日本人には表面上だけかもしれないけど、今のところ評判良さそうなんですが。 ええと、あの、その、今は改善すると思います。結局、その、何かトラブルがあった時に、隣国に問題を押し付けるとか、隣国のせいだよねっていうのは、まあ、大体どの国もやるんですよ。なので、あの、基本的にはその、隣り合ってる国っていうのは、いつも揉めるんですよ。で、揉め続けてるのも良くないよねっていうので、仲良くする時期もあるんですけど、その、要は、えっ、ー、と、韓国が悪いとか、日本が悪いとかって、あの、コストゼロで支持率上がるんですよね。 その日本でも、その中、あの、安国参拝とかすると、欲計の人の収率が上がるみたいなのがあって、安国参拝なんかコストゼロじゃないですか <laughs>。一芸屋にいて、ちょっと神社にいて、ウィスっていうだけで、なんか収率ボーンって上がるみたいな、っていうのがあったりするんで、その、他の国が嫌がるようなことをするとか、他の国が、あいつ、あの国良くないよね、みたいなのを言うと、それで盛り上がる国民っていうのは一定の割合、どの国でも必ずいるので、 なので、そういう感じで、今はいいんですけど、多分時間が経って韓国のその政治があんまりよろしくない時に、やっぱり日本のあれが良くないよねって言い出して、やっぱり徴用工のお金払えみたいなことになったりする可能性はあると思うので、まあそういうことをこうずっとやり続けるんですけど、ただまああの同盟とかをちゃんと、その要は、政治的に揉めるという、表向き揉めるのだったとしても、その軍事同盟だったりとか、民間のその企業同士のやり取りっていうのはずっとつなぐっていうので、その右手は握手をしながら左手は戸玉に殴るぐらいの方が、 あの、隣国との関係としては、現状な、あの正常なのかなと思うんですけど。いや、その、カナダとアメリカがすごい特殊なだけで、メキシコとアメリカとか常時揉めてるんですよね。なんで、その、なんか、要は、あの、メキシコの移民ふざけんなとか言ったり、その、あの、メキシコの人たちから搾取してんじゃねえか、アメリカはって文句言ったりとかで、じゃ経済制裁するぞ、みたいなので、でも、N、NFT、NETA、一応、あの、北米、 なんか、えっ、ー、と、北米、なんだっけ、トレード、フリートレードアソシエーションか ?FTA かっていうので、一応関税かけないってことになってるから、そんなことできねえよ、バーか、みたいなのを、割とあの、メキシコとアメリカはちょこちょこ揉みしたりするんですけど、なので、隣国ってそんなもんじゃないかなと思います。ナフタ、それ。ノースアメリカンフリートレードアソシエーションか。なので、NATFTA ですね。えっと、あの、まあ、僕、その、学、あの、大学入験の時に経済を選んだんですけど、 そのえー、と英語の勉強をしとくと、 その略称を見ただけでこの単語だよねっていうのが分かるので正式名称を日本語で覚える必要がないっていう覚え方をしちゃったんですよね。<laughs> なので今言ったようにそのなんかあのカナダとアメリカとメキシコが何か条約あったよね。で、ナフタっていう時にその N はノースで A はアメリカじゃないですか。で、あの貿易だから F はじゃあフリーだよね。で、T はトレードでしょ。で、ね、A があの条,条約の話でした。<laughs> っていうのでナフタでつながるよねっていう感じで割とそのいちいち日本語の意味 覚えなかったとしても、英単語の頭文字見るだけで、あ、これだよねって、アグリーメントとかっていう風に分かったりするっていうのがあったりするので、なんか英語をやっとくと、実はあの、ちゃんと覚えなくていいって話だよね。WHO って言われると、国連の組織だから、ワールドで H がヘルスで O がオーガニゼーションだよねみたいな感じで、割とその,あの頭文字だけで大体何か分かっちゃうっていう。だから、そのなんか国連周りで言うと、そのなんかあの UN がつくと、なんかあの国際連合、ユナイテッドネーションなんちゃらかんちゃらみたいな。 UNHC なんちゃらみたいな、国連高等弁護団なんちゃらみたいなのかも、あれは頭文字だけ見ると、あ、そういうことねってわかるみたいな。なので、あの、日本語で覚えないっていう癖を僕はやってました。GHQ なんだろう。HQ はね、ヘッドクォーターだと思うんだけど、G はジェネラルヘッドクォーターとかかな。なので、あの僕、僕 GHQ の G 分かんないです。あの、興味がある人書いてみてください。MDMA も分かんないです。 NHK はね、日本放送協会ですよ。えー、Google が来年千葉にデータセンターを開設する方針があるそうです。日本もお買い物される時代になったなぁと思ってますが、Google が日本に来ることでメリットデメリットどんなものがあるでしょうかで、わけみんなもでちょっと気になっております。えっと、別にあの、Google が来たっていうだけじゃなくて、あの、日本に普通にあの、AWS とかもサーバーが置いたりするので、で、あの、日本のユーザーが使うサービスは、その、 光ファイバーを使って太平洋まで行って、あの、ロサンゼルスに繋ぐよりは、あの、千葉に繋いだ方が0.4低いよねっていうのがあるので、なのであの、日本人1億円にいるので、その日本人が使うようなサーバーを千葉に置くっていうのは、あの、至極妥当な話なので、あの、Google が来たとかそういうレベルじゃなくて、単にあの、使ってる人がいるんだったらその近くにサーバーを置いた方がいいよねっていうだけの話だと思います。 えー、生まれて初めてスパッチします。石垣島出身、沖縄本島で基地関係の仕事を経験後、海軍兵と結婚して現在在米です。私の周りでは反対側の方が人種関係なく迷惑をかけている暴力団のようなイメージを持っている人が多いです。アメリカ兵たちはほとんどが普通に礼儀正しくていい人たちでした。今回、リョくさん声を上げてくださったおかげで興味なかった人たちにも少し現状が伝わったことを嬉しく思います。りょくさん大好きです。沖縄で嫌な思いをされていたらごめんなさい。えっと、沖縄で嫌な思いは一切してません。あの、むしろ普通に楽しく過ごせてました。はい。 なんでなんかその、えっ、ー、と、反対派の人を敵に回すと何か悪いことが起こるんじゃないかというふうに思って ってししままううのもあんまりよよろしくないと思うんですよそうすると結局その反対側の人たちにはなんか触れない方がいいよねってなって、結果として文句を言う人が減ってしまうっていうのがあるので、なので別にあの反対側の人たちも普通に話し合いってなる人たちなんだなっていうのを思った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ただ結果として話し合いを拒否されてしまったので、残念だなぁと思ってますけども、はい。 えー、ひろゆきさんの沖縄の写真を見て、このまま F1 をレディオブックの皆さんと鈴鹿に行くのかなと思ったら、いつまにフランスに戻っていて、とても驚きました。えっ、ー、と、フェラーリから鈴鹿に誘われなかったのでしょうかまた先の辺についてお願いします。えっ、ー、と、あの、もともとその、9月末、えっ、ー、と、10月の2日とかに帰る予定だったんですけど、そのあの、イベントが国会、えっ、ー、と、国立競技場であったので、それが終わるまではいるっていう感じで、鈴鹿も行きたかったんですけど、ちょっとこっちに戻らなきゃいけない用事があったりしたんで、はい。 最近の F1 についてもお願いします。結局あの、ホンダのエンジンをレッドブルが使ってっていうので、なのであの、なんかホンダはまあ、レース、レースチームのコンストラクターをやるにはお金がないよっていう状態だと思うんですけど、なんかもういろんなチームにあの、エンジン供給しまくって、コンストラクターじゃないけど、ホンダのエンジンすごいよねっていう形で、ホンダの自動車がいっぱい売れるっていう方法にするのもありなんじゃないかなと思いました。 ヒロキさん、は34歳経営者です。ユニオンは企業に方向為して恫喝しても、労働運動の手を取っていれば全く警察は動きませんでした。しかし近年、組合員がいない会社のトラックを人の壁で塞いで恐喝した連中が、脳ンを含め逮捕され、政治家とのつながりまで大きく補助になりました。ヒロキさんの沖縄ツイートに反発しているコミュニストは、ビジネス的な抗議活動の実態を暴かれたくないから反発するんでしょうか。えっと、あのー、正しいことをやるためには、 多少の違法行為をしても良いよねというふうに考える人って結構いるんですよね。なので、その結局、その正義とか法とかを守るべきだよねっていうのを本心から言ってるんじゃなくて、その自分たちの目的を達成するために法を守るべきであるとか正義を守るべきであるって言ってたりするので、なのでその目的達成のためであれば、あのこっそりバレない形で違法行為をするのは OK っていうふうに思っちゃってる人も結構いるんですよ。 一応なんかガンジーさんとかは、そのなんか目的がどこであれあ、正しい行動でやるべきだよね、みたいなことを言ってたっていう。結局じゃあこういう時の話でも必ずガンジーさんっていう名前が出てくるじゃないですか。で、それぐらいやっぱりその、敬意な人だったってことだと思うんですけど、でもやっぱりその、目的が正しかったとしても、行動もきちんと正しくすべきだよねっていうふうにみんなが思ってるので、結局ガンジーさんって今でも名前を出されるってことだと思うんですよね。同じこと2回言ったなので、あの、僕はやっぱりその、人の、その人が、 共感するとかっていうのは、やっぱりその法を守ったりとか、暴力をしないというのは大事だと思うので、なのでなんか、暴力をしてる人たちが、なんか非暴力的な抗議みたいな嘘をついて、で、じゃあそれ手伝ってみたら、実際この人たち暴力やってましたってなると、やっぱ、おいおい、俺たち騙されてるじゃんとか、その暴力行為の片棒を担いだことになっちゃうじゃんってなっちゃうのはよくないと思うんですよね。 なので、あの、事実をちゃんと言って、まあ、暴力行為やります。俺たち暴力行為も違法行為もします。それでも応援してくださいっていうのであれば、それで応援する人は別にいいと思うんですよ。あの、な、なので、ただそれで応援してる人が何人いるかっていうと、今、そのトラックを止めに来てる、あの、十何人の人たちだけしかいないっていうのが多分現実だと思うんですよね。 えと今日のアベプラ見ました。自称座り込みをする方たちやその代弁者の方たちよりも大庭さんの人買いに思い寄せた人たちの方が多かったかなと思いました。坂の人たちは身内ビーキや叩き言動をやめて自己内省をしない限り大衆に共感される日はないと思ったのですがあの方たちはこのままずっと同じ言動を続けるのでしょうか。バっカの壁のようなものなんでしょうか。まあでも同じ言動をし続けるのがビジネスになってる人たちがいらっしゃるので。 ま結局その記者の人たちって、あの、それで新聞売って金もらってるので、なので同じ言動をし続けて、その揉め事がずっと続いてくれた方が金儲かるよねっていうのだと思うんですよね。 あの、僕がその、じゃあ、日本全体の問題だから国会議員に、ちゃんとその沖縄口なんとかした方がいいねっていう派閥を増やして、で、そのじゃあ、佐賀だったり、そのなんか、他の地域にお金が落ちるようにしたりとか、沖縄にちお金が落ちるようにした方がいいよねって話をしたんですけど、で、その安倍さんっていう沖縄タイムスの人って、その僕の考えは良くないっていうのは言ったんですけど、じゃあ、具体的にどうするべきなのっていう意見全く言ってないんですよね。 その、ブ分に負担すべきって言うんですけど、オーブ分に負担すべきっていうのを、じゃあどうやって進めるので、それは、その国会で、じゃあ応分に負担するという法律を作るとかであれば、日本の国会議員の半数以上が、そのオーブ分負担っていうのに同意をする形にしなきゃいけないんですよ。なので、オーブ分に負担すべきだよねっていう理想を言うのはわかるんですけど、そのために現実どうやって進むべきかっていう話を僕はしてるんですけど、なんか、そういう具体的な話をしないんですよね。 で、じゃあなぜしないのかっていうと、多分解決したくないからなんじゃねえかなっていうふうに僕は思ってるんですけど。えー、彼氏から毎月30万円生活費をもらっています。私は会社員で20万ほど給料あります。彼は友達がかなり多い人で、女友達が多く最近浮気してるので、あと疑ってしまいます。もやもやして辛いので別れを考えていますが、もらってるお金もなくなるのもあって気りなきません。もう少し貯金できるまでお金をダメと割り切って使えばと思うんですが、なかなか気持ちを切りられません。医療機さん別れた方がいいと思いますかいいえ。 え、だって、毎月30万ですよ。だから年収360万でしょで、給料も20万だから、えっ、ー、と、50万の12で年収600万状態じゃないですか。なんで、もう普通に業務として付き合い続けて、で、3000万ぐらい貯金が溜まったら分かれればいいんじゃないですかなので、あの、いっぱい貯金してください。 えー、うつで働けず家がない友達がずっと私の一人暮らしの身に座っています。正直早く出てってほしいのですが、実家とも関係が悪く頼れない。あ私がいる以外は、えー、私以外にいる友達は結婚しているともがあり、野宿しかないと言います。かわいそうな気もしてなかなか追い出せません。しかし前にずっといられるのはストレスになっています。どうするのがスマートでしょうか生活法を取る手続きを手伝ってあげてください。 で、あの、まあ、多分女性だと思うんですけど、女性だとあの女性センターみたいな、あの行政が、あの女性が住める場所を提供してたりするので、そういうところに相談しに行くといいんじゃないかなと思います。えー、いきなりですが、バイクを買おうとしていて気に入った2代のどちらを買おうか悩んでいます。 一台目は現行モデルのスポーツバイクで燃費性能が良く年もあんまり高くないです。もう一台、いわゆる旧車で見た目はドストライクのとてもかっこいいのですが、古いモデルで性能面が不安で、ね、もうそこそこ高いです。僕は大学生なのでお金余裕もあんまりないです。きさんなら性能コスパかロマン見た目どちらありますかえっと、僕だったらロマンやられます。あの、僕が昔乗ってたゴリラっていうゲ付きなんですけど、あの、50cc で割とちっちゃいやつで、で、タンクが9リットルあるので、 あの、燃費が大体いいリッター50超えるので、450キロがいけるんですよね。ガスに入れないで。っていうのなんですけど、もう買った時点で中古で、で、ゴリラが最後に作られたのが1980年代だったんですよ。で、僕が原付き買ったのが、えっ、ー、と、1994年とかで、まあ10年落ちとかなんですよね。 で、普通にあの、新車のモンキーとかが買えるよねっていう時代なんですけど、あえてボロボロのゴリラを買って、で、あの、ブレーキワイヤーが切れるとか、あの、タンクが錆びて穴が開くとかで、えっ、ー、と、2年目に浪人した時に、あの、学習院大学を受けに行ったんですけど、で、結構早めに家を出て、 で、代々木ゼミナールっていう予備校に通ってたんですけど、池袋のヨゼミに行って、あの、学習院大学の、あの、赤本の古いやつを解いて、その後に学習院大学に行こうと思ってたら、あの、赤羽ネット10畳の間で、タンク穴開いて、ガソリン漏れ出したんですよね。<laughs> で、ガソリンがドクドク出てる状態で、これはやべえなっていうので、あの、人があんまりいないところに原付を置いて、あの、電車で移動するっていうので、結果としてあの、ヨゼミに行って勉強する時間がなくなったっていうのもある なの,でなので、あの、旧車に乗ってると、いろんなトラブルがあるんですよ。あの、その、スプロケットが摩耗しちゃって、あの全然前進まなくなったとか、あの、な、まあので、それも含めて、あの、面白いって思ってバイクに乗れるんだったりと思うんですけど、そういうのが嫌だったら、あの、性能のいい新車を買った方がいいと思います。えー、今、セアロガイさんとジェフリーさんが Twitter のスペースで会話しています。どっちも同時に行くのがしんどいので、合流してもらえないでしょうか。合流。 えっと、なんか、あの、えっと、何か主張があるのであれば、その主張を書いてもらえれば、あの、答えますけど、あの、なんかその、雑談とか、なんか、傷の舐め合いとかに参加するつもりはないっす。えー、20代1です。ひろゆきさんは信用できない有能な人か、信用できる凡人のどちらが一緒に働きたいですか例えば、ひろゆきさんはとても優秀な方だと思いますが、人を後ろから切ることをよくされるとご自身でおっしゃってましたね。えー、自分自身の分身と一緒に働きたいですかそれとも、その人だけど絶対に裏切らない人を雇いたいですか えっと、有能な人と働くちゃですね。あの、まあ、凡人であれば能力を発揮するかもしれないですけど、あの、有能な人とちゃんとあの目的が合致してればいいだけなんですよね。なので、あの、めちゃめちゃ給料高くするとか、売り上げが上がったら、じゃあその売り上げの20%あなたに行きますよみたいな形で、あの、勝手にほっといてもバンバン結果出してくれると、まあ、その人もあの、売上の20%がその人いるし、で、残りの80%はこっちに来るしっていうのがあったりするので、なので、組み方の問題だと思うんですよね。で、あの、 人間が信用できるっていうのって状況によるんですよ。例えばじゃあめちゃくちゃ信用できますっていう人がいたとして、でもその人が、あのじゃあ家族が包丁突きつけられて、あのひろゆき殴ったらこの家族殺されなくて済みますってなったら、多分僕のこと殴ると思うんですよ。なのであの信用できるかどうかっていうのはあくまで安定した環境で不安要因がない場合に信用できるというだけなんですよ。 なので、そのじゃあ、あの、金がなくてなんか家持ってかれますとか、家族が脅されてますとかであれば、それはやっぱり行動は変わるんですよね。なので、あの、信用できる人がいるっていう考え方が僕は間違いなんじゃないかなと思います。一般的に裏切らないというのをルールにしている人っていうのはいるんですよ。ただ状況が変わるとやっぱり人は裏切るっていうのは発生するので、なのでなんか人が絶対裏切らないよねっていう考え方が間違いなんじゃないかなと思います。 えー、先日、カバウソ虐待疑惑動画で飼い主が書類送検されました。フランスなど海外における動物虐待の対策、飼育における法規制などご存知でしたら教えていただけると幸いです。えっと、一応法律上あるんですけど、もう好き放題やってるので、多分どうしようもないですね。あの、前にも言ったんですけど、あの、夏のバカンスの時期になると、確か八番頭とか犬捨てられるんですよね。要はその、あの、犬をその飼ってるんですけど、バカンス先に犬持ってくのめんどくせえ、みたいなのがあって、 で、ただ自分の家に置いとくと死んじゃうし、それでトラブルになると嫌なので、あの、バカンスに行く途中の道路で犬を捨てるっていうのをやるんですよね。っていうぐらいの国で、で、一応良くないよねって言われてるんですけど、みんなそれやるんですよ。っていうぐらいの国なんで、あの、一応ルールとしては動物虐待良くないよねっていうのがあると思うんですけど、まあ、知ったこっちゃねえやっていう人たちでさえ。 東京県術大学でハンセン病療養所の記録と継承をテーマに制作をしています。コロナ前までは沖縄のハンセン病療養所を取材していました。その中の英語にも取材に行きましたが、彼らは沖縄の痛みを理解しているという体で話してきますが、沖縄にハンセン病療養所があることを大体の方が知りませんでした。それは見ない暴力だと思います。今回の議論を機に沖縄の文化や沖縄のハンセン病問題にも目を向けてほしいです。ハンセン病自体はですね、沖縄だけでなくていろんなとこに療養所があってで、ずっと差別があってとっていうので、あの、キキリンさんが出ていて、 えっと、誰だっけあのあ、あれだ、あの、ドリアン・スケガオさんが書いた原作で、キキリンさんが出ていて、えっ、ー、と、長す、長、花村さんした、っていう、あの、役者さんが出てる、アンっていう、あの、映画があるんです。もし、あの、ハンセン病患者に興味がある人は、あの、その、アンっていう映画を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。何を、長瀬正敏さん。はい。 あの、まあ、その和菓子屋をやってる長瀬正宗さんのところに、あの、給料全然ゼロでもいいので働かしてくださいっていうキ,キキリンが来て、で、キキリンがあんこを作るんですけど、そのあんこがめっちゃ美味しいと。で、でも、ちょっとなんか、あの、手に癖があるのと、なんか、あの、受け答えが微妙っていうおばあちゃんで、何なんだろ、うこのおばあちゃん、みたいなのがあって、その後調べてったら、みたいな話で、もし興味があったら見ててください。これだ監督だっけ えー、早稲田大学建築学科を卒業してサラリーマンが合わず5年後介護の仕事に転職し11年続きました。マルチタスクは苦手でコミュニケーションスキルのない自分でもやりがいを持って続けられています。40歳独身のところですが、今後の生活が不安です。いつまで続けられるのか不安なり、直蓄だけ頑張っています。夜勤明けの休みもある高級倒合わせると月半分は暇しているんですが、呂木さんならその時間をどのように活用しますかなんで不安なのか全くわからない 別に11年続いてるんだったら、まあ、仕事向いてるよねっていうので、ただあの体力仕事だと思うので体力がなくなったらきついよねっていう意味であればあの管理職になれるようにあの管理職試験だったりとか、あとまあその経理とかの資格を持ってると割とその管理を経理の下げやってみるみたいな感じであのデスクワークに移りがちなので、なのであのデスクワークに移れるような資格を持ってるといいんじゃないかなと思います。 えー、那覇市長が基地内で軍人さんと大綱引きを作ってるニュースで出てたけど何かのギャグですか、まあ、別に綱引きのぐらい作るんじゃないですか別にそれは何の問題もないんじゃないかなと思いますけど、えー、こんばんは以前ひろゆきさんが頭がいい人は人を気づかないところに気づき合理的な考えの人と言ってましたが経営者として一番必要なことは何ですか、えー、サイコパスと黒字である以外でお願いします執着じゃないですか 結局、その、あの、黒字出すかどうかとか、まあ、売り上げを取るかどうかって、あの、諦めないでやれるかどうかっていうのでかいんですよね。まあ、これぐらいでしょうがないよねって諦めちゃうっていうのだと、あの例えば、じゃあ、製品とかをその絞り込んで、あの、めちゃめちゃ質の高いものを作るのって、やっぱりこだわり続けて、時間もかけなきゃいけないし、コストもかけなきゃいけないんですよ。なので、その、どこまでこだわるかっていう、そこら辺の執着心は結構大事なんじゃないかなと思います。 DJ 社長とかめちゃめちゃ執着しますからね、成功に対して。だあの人はその、まあ今は、まあ,あの人によってうまくいっているかいってないかの表現は違うかもしれないですけど、まあ、あの人は多分何か必ず成し遂げるタイプだなとは思います。で、それが歌手じゃないかもしれないですけど。えっと、あの、カナダに住んでいるのであれば、あの、タイマーツアーを日本人向けにアピールしますね。 で、あの、カナダに来たらタイマー吸えますよ、で、あの、なんか逮捕されたりとかもないので、あの、楽しくやれますよ、みたいな感じで、で、あの、タイマーを吸ってみたいって思う人が、まあ、合法な形で吸えるっていうので、日本の中でタイマーを合法に吸った人っていうのがいっぱいいる状態っていうのを作ると、今更これ、なんか一生懸命刑務所に連れ込んで、そこにお金かけてもしょうがねえんじゃねっていうふうになるんじゃないかなと思います。 えー、就活生です。区役所職員か税務署職員、どちらになるか迷っています。医療機さんであればどちらへばでしょうかまた国税は投資将来 AI にとって代われる昔の社保庁のように公務員なのに失職する可能性あると思いますかえっと、税務署の職員になると、一定の年数勤めると、あの、その後税理士になれる資格がもらえるんですよね。なので、あの、税理士がなくなるっていう可能性もなきにもあるはずですけど、少なくともあの、税務員辞めた後も資格がもらえて食いっぱぐれづらいっていうのもあるので、税理士の方がマシなんじゃないか、税理士とか税務員の方がマシなんじゃないかなと思います。 は、えー、めまして、AI を使ったサービスを作りたいと思っているのですが、単純にイラスト生成や ChatGPT を使ったチャットボットを作るサービスは存在しているので、何を作るのか悩んでいます。呂布さんがどんな付加価値やオリジナリティがあるサービスを作れますかアドバイス程度に教えてほしいです。<laughs> あのまあ、映像とか音楽とか割、あそのえー、と文字とかはかなりがんあの頑張っているので、音楽系はありなんじゃないかなと思うんですけど、であの音楽系、今、アメリカでも裁判になっているんですけど、 あの、何々っぽい曲っていうのを作って、オリジナルって言い張るっていうのを、日本の法律上だとまだ OK なんですよ。まあ、アメリカだとアメリカでその著作権団体とか結構燃えてるんですけど、日本はまだそれがどう扱うかってなってないので、なので、その、えっ、ー、と、ミスター・チルドレンっぽい曲っていうのを AI に作らせて、で、ミスター・チルドレンっぽい曲として発表するっていうので、そのなんかミスター・チャイルドみたいな名前で出すとかってやると、多分物議はかもするんですけど、 法律上結構グレーなので、結果として再生数めっちゃ伸びると思うんですよね。っていう感じで、そのなんか、あの、その、歌詞の名前とかをもじったような曲とかを大量に作るっていうのをやると、割と再生数は伸びるんじゃないかなと思います。<laughs> ゴールデンモンバーよくやってるよっていうね。ミス・チルドレとかね。はい。 え以前声優を辞めて公務員になったものです。私の友人で声優を目指している人がいるのですが、自分の見立てでは絶対になれないと思うので、自分の専門学校などの経験を生かしながら考え直すように促しているのですが、彼は自分は自分だからと気を入れてくれません。どうにか彼を説得する方法はないでしょうかありません。説得する必要があると思っているのが間違いだと思います。 まあ基本的に声優って儲かる人ほとんどいないんですけど、趣味でやりたいっていう人がやるっていうだけなので、別にやらせりゃいいんじゃないですか。好きにやればいいんじゃないかなと思います。その、えっと、今の会社を辞めて声優で食ってくんだとかって言っても、あの、会社辞めたからっていう声優の仕事がもらえるわけじゃないので、今の仕事をしながら声優事務所に登録して、仕事がある時だけ会社有給取って仕事したらっていうのなると、多分登録しても何の仕事も来ないので、 なので、何の問題もなく、声優になりたいってずっと言って、声優事務所を登録している人っていうだけになると思うので、その声優になるという夢を潰すんじゃなくて、今の仕事を辞めない方がいいよっていう形でアドバイスをした方がいいんじゃないかなと思います。えー、日本の伝統芸能ってどういう意味ですかノーと歌舞伎と文学以外でマジかで、ね。動画でちょうどあの、脳と文学、文楽は僕全然わかんないですけど、 能がちょうどその漫画読んだんですよね。あの、川口海二さんの娘、子さんが能楽師で、で、そこの鑑賞をやってる漫画があって、で、それが読み終わったので、一応能については多少喋れるかなっていう状態と、あと歌舞伎は一般常識でそこそこ喋れるかなっていうのがあったんですけど、そこを外されると伝統芸能で行くと、何があるの日本の伝統芸能。 歌舞伎は昔風俗だったよねっていうので <laughs>、なので、あの、女の人が歌舞伎やらないのは、まあ、あの、いロいこと込みっていうのをなくすために全員男にしたからだよねみたいな話があったんですけど、歌舞伎ダメだね落語か。落語で行くともう志らくさんの話になっちゃうかな。なので、えっ、ー、と、その、志らくさんの師匠の人っていうのが、あ、名前ど忘れしちゃった。 えっと、立川男子っていう人がいて、で、あの人が割とその国会議員だったりとか、めちゃくちゃ面白いことをやってたんですけども、でもその、えっ、ー、と、結局その男子さんの真似ができる人というか、男子さんの後を継ぐ人っていうのがなかなかいなくて、で,でもその立川流と、その、えっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、えっ、ーと,えーえー、と、楽太郎さん。えっ、ー、と、楽太郎さん、円楽になったのか。だからその円楽師匠の名前を継いだ円楽の上の名字なんだっけ えっと、三遊亭だ。えっと、三遊亭と立川と、で、あともう一個で、その、あの、落語が一応三、三つの部門にその三つの家に分かれちゃってるんですけど、で、それ統一した方がいいよねっていうのがあって、で、その楽太郎さんが結構その、まあ、どことも仲がいいので、楽太郎さんが温度を取って、その落語協会を統一しようと思ってたんですけど、残念ながら楽太郎さん亡くなっちゃったんですよね。えっ、ー、と、楽太郎さんっていうか、あの、三遊亭円楽さん。 なので、結果として、その、あの、そう、あの、菊クさんのというところ。はい。なので、その、結局、落語団体というのが統一化できないままになってしまいましたっていうのがありますよね、みたいな。あの、前にもこの話したかもしれないけど、こんなところでいいでしょうか。<laughs> あんまり得意じゃないので、すいません。はい、失礼しました。ていうか、なんでこんなに3万円払ってるんだろうね、この人ね。えっ、ー、と、鶴賀伊勢吉さん。伝統芸能の人なのかなその鶴ヶさんは。 であれば、あの、その、僕に話しするより、多分、その、鶴賀さんが、その、あの、なんか伝統芸の話を、こう、テキストで流すっていう方がいいんじゃないかつ、つきて、法政さんも一応そうですね。はい。え、外国人の流入はこれなんですだすいません。絶対オスナヤ的なね。はい。あれも、あの、えっ、ー、と、ダチョウ、あれダチョウクラブの人たちって、もともとどっか落語系入ってたん。 えー、病気がちの療養を明けで5老目の年で文系学部を受けます。高校時代は周りの影響もあり理系資格職を目指してましたが、えー、この際本当に学びたいことを思い、政治学や国際文化などを学びたいです。えー、国際意欲あるので英語は頑張ると思います。高齢で文系となると就活がどうしていか正直言いかません。アドバイスいただけたらと思います。えっと、まあ、家がお金持ちだと思うので、もう働くとか考えなくていいんじゃないですか むしろ、あの、細々と家のお金をつ、あの、こう、くそう、家のお金で食いながら、あの、陰性とか研究の職になるっていうのもありだと思うんですよ。だから、その、あの、研究職、文系の研究職ってマジで食えないんですよ。なんですけど、なので、あの、親の金があるんだったら、別にそれをやり続けることはできるので、ただあの、仕事をして儲けようとかじゃなくて、普通に研究で食ってこうっていう方が、ひょっとしたらいい結果が出て、で、社会にとって何らかのメリットがある場合もあるので、あの、最近、その、 考古学でやたら大量の発見をしている人がいるんですよね。その、えー、と、まあ、航空写真とかだったりを使って、あの、なんか2メートルぐらいある剣だったりとか、盾だったりを見つけたっていう人が、あの、アベマプライムに出てたんですけど、あの人確かまだ20代だったと思うんですけど、あんな感じで割とその文系色も、なんか突然あの、その今の技術を使うことで、今までその,あの発掘とか進んでなかった分野がいきなりうまくいくみたいになのあったりするので、 なので、あの文系職でも、あの,その昔ながらのやり方じゃなくて別のやり方っていうので、ただ全然食えてないと思うんですよ。で、お金も儲かんないんですよ。な <laughs> んですけど、そういうのもあるんじゃないかなと思いますけど、えー。シェアハウスの外国籍メイトに服や電子雑貨を盗まれました。実質の方です。その人の選択に自分の服が混ざっていて、赤く相手は私が気づいたら幸せ。な、えー、くなったの怖いね、と言ってきます。共有部分に一瞬でも置いてしまったら自分が悪いのですが、何に解決策ありませんか 取り返せば取り返して、あの、普通に着てればいいんじゃないですか。で、それ私のだって言われたら、じゃあ、どこで買ったのって聞いてみればいいんじゃないかなと思います。えー、27歳、調理師です。向いてないと分かってましたが、7年間飲食で働いて、限界が来てしまいました。えー、かといって特にやりたいことが、えー、もう、既婚が問題です。えー、大層資格のために通信大学に行ってみようか、PC を使う資格を勉強するかなと考えています。 えっとね、表示してるやつがね、あの見つかんないんですよね。<laughs> なので、全然今表示しないやつ読んでください。生ト資格のために通信大学に行ってみようか、PC を使う、資格を勉強する方も考えてます。え勇気が出ません。ちなみに ADHD、ナルコプレシー持ちで仕事中、寝落ちしたりします。えっと、飲食やめたほうがいいです。あの結局その、その、ナルコプレシーがあって、体力が必要なその仕事は多分、かなりきついと思うので、寝ちゃってもいいような書類仕事の方がいいと思いますよ。例えば、経理の仕事とかで、 途中で寝ても誰も怪我しないんですよ。でも調理中に寝ちゃうと指切るじゃないですか。で、お客さんも待ってるしなので、あのリアルタイム処理が必要そのお客。客商売ってリアルタイムに対応しなきゃいけないんですけど、書類仕事であればリアルタイムの処理必要ないと思うので、なので通信制の大学行ってディスクワークにした方がいいんじゃないかなと思いますけども。えー、ちこめた、口果てた、前頭葉さん。昨日の FM 軽井沢チャンネルで2000以上のスパッチャをヒゲサに戻るんだけど、テストで私がスパらししました。ありがとうございます。覚えてください。 えー、覚えてらっしゃいますか本日の配信の役に立って嬉しいです。よがとうおざいます。覚えてます、えー。というわけで、そろそろ終わりにしましょ、えー、24歳新卒看護師で検診センターで院長より日常的にから受け働きづらくなり、現在休職2ヶ月目です。弁護士や警察に相談しても証拠が足りないとしてダメでした。会社から大きい問題にしたくないため、商業手当を満額するから和解しないかとおられました。 とことあり、また会社からの新たな関でもしてです。約で給食も終わるため、えー、今後海外留学係者の父親の持ち家を借りて実習室を勉強しようか悩んでます、えー。失敗したら週3で看護のバイトしようと思って、その何かのバイトをです。えっと、多分会社からはもう新しいオファーは来ないです。なので、こっちからふっかけてください。要はその、えっと、オファーに乗らない理由が、絶対乗らないと思ってるのか、金額の問題なのかというのが、まだ相手側がわかってないんですよ。で、 金額を乗せて吹っかけたときに、じゃあ、この吹っかけた額を払えば解決するんだったら、もう解決し,した方がいいよねと考える派閥の人も出てくると思うんですよ。いや、一人で判断してるわけではないと思うので。なので、その、今のその、出してくる額でまあ満足したくないっていう状況だと思うんですけど、とはいえ、多分もう、あの、ま、証拠がない以上、逆にそのお金を受け取らないと、自分から辞めるだったり、元の職場に戻って、 で、証拠が残らないような微妙な形でパワハラをされ続けるみたいな可能性があって、最悪のパターンが戻って、そのあの法に触れない形でパワハラをや,やらされて、されて、で自主退社っていうのが多分一番最悪のパターンなんですけど、そのパターンになる可能性だいぶ高いです。なので、ふっかけて金もらってやめるっていう方がおいしいと思うので、なので、とっととやあの金もらってやめた方がいいと思うんですけど、あと、あの看護師の資格持ってるんだったら、自主室やるより、 まともな病院もいっぱいあるので、まともな病院で看護師をする方がいいんじゃないかなと思いますけどね。えー、保育士をやっていて5歳の子に毎日暴力と暴言をかれます。あざもできているし、保育士失格だよね、死ねまいのになって言われ精神的にまいっています。園長主任からのパワハラもあり、うつ病になったのに給食もさせてくれませんでした。つらいです。でもあと10回、勤すれば終わるので我慢しますが、毎日精神すり減らしてつらいです。 えっと、あの、診断書を取ってください。で、診断書がある状態で休職させてくれないというのであれば、あの、普通に、あの、労働基準監督署に怒られるパターンなので、なで、まあ、労働基準監督署に怒られてもらって、で、休職手続きを取って、6ヶ月ぐらい休職すると、休職中、給料の6割だから、給料もらえるですよね。なので、あの、まあ、10日間我慢すればとかじゃなくて、普通に6ヶ月間の休暇と給料もらえるぜっていうのがあるんですね。 あの診断書を持って労働基準んじしていかなと思いたほうえー、7年前に夫と死別した38歳の女です、子供はいません、最近やっと新しい人生を歩もうと思えるようになり、えー、男性と出かけたりするようになりました。 できるならいつか子供もしたいと思います。ですが、どのタイミングで死別したことを打ち明けたらいいのか分からず、結果黙っていることがついて、嘘をついているようになってしまいます。私を打ち明けると、恋愛対象に見てもらえないそうですし、どのタイミングで話すのがベストでしょうか。なんで話したらまずいのかが僕分かりません。あの、ラピスラズリさんが旦那を殺してるんだったら言わない方がいいと思います。でも別に、あの、殺してないんですよね。であれば、 あの、何らかしらで旦那さんと死別しました。で、その事故なのか病気なのか、理由を言えばいいんじゃないかなと思うんですけど、で、別にあの、旦那さん死んだんだ。はい、そうですかって話で、あの、人生そういうことあるよねっていうだけで終わりだと思うんですよ。逆にその、言わないと、あの、いつかわかるじゃないですか。で、あの、お金かけると他人の戸籍って引っ張れるので、 あこの人本当は結婚してたんだ。しかも旦那死んでるってなると、え、殺してんのってなると思うんで、あの、素直に説明した方がいいと思うんですよ。あの、引っ張る理由あんまないと思うんですよね。<laughs> あの、 最初に言えばいいのにってなるので、僕も最初に、あの、隠す必要がそもそもないんですよ。だから、なんで隠そうという発想になったのかわかんなくて、なので、合理的に考えると、隠すということは何かやましいことがあるのかな保険金をかけているのかなみたいな、<laughs> そんなことになっちゃうと思うので、なので、あの、普通に言った方がいいと思いますよ。はい。まあ、あの、たまたまその、なんか言わなかったから、あの、言い出しにくくなったって話だと思うんですけど、あの、 今からでも言った方がいいですよ。引っ張れば引っ張るほど、余計になんかあの、こう何か大変なことがあるじゃないかみたいになっちゃうので、まぁ、あ、あの、その、まあ病,病気でとかその事故でとか辛い思い出だから話したくないっていうだけだと思うので、あの、辛い思い出だから話したくなかったんだけど、あの、その旦那さんが昔いて、あの、死んでしまったんですよっていうのをちゃんと話せばいいんじゃないかなと思うんですけど、あの、なんか下手に引っ張るとね、 そのなんか、その <laughs>、余計別の誤解を招くんじゃないかなと思います。コメントでもいっぱいあるように、普通に説明した方がいいんじゃないかなと思います。マクロンさん、大丈夫ですかあのそのそまああのパリでゴミが今、ののその回収されてないよって話をちょっと1時間、2時間前にしたと思うんですけど、でそれがなぜ起きているのかっていうと、そのフランスの年金がもらえるのが、あの62歳からじゃなくて64歳にあげようとか、 そのあの、け金上げようとか、もらえる金額下げようとか、その年金改革をやろうとしてるんですよ。で、あの、年金改革は、まあ必要だよねというのは、あの、計算ができる人はみんなわかってるんですよ。でも、それを、例えば62歳、64歳っていうのを OK にしたら、その若い人たちが自分ともらう年金も減るかもしれないっていうので、 割と年金をもらってる70歳とかの人たちも、俺の年金減らされるかもしれない。だから、年金を改正されるようなことは、全力で阻止しようぜっていうので、割とみんな、めっちゃ反対派多いんですよ。っていうのがあるんですけど、ただ、フランスの法律で、その社会保障に関するものは、あの、えっとね、会員か。会員の、えっと、OK を取らなくても、無理やり通してしまうのが可能っていうのがあるんですよ。 あの日本もあの衆,議院あの衆議院優先の法則っていうのがあって、あの予算に関しては参議院が NG を出したとしても、その両院協議会でやって、結果として衆院が賛成したものが通るっていうのもあって、でフランスの場合だと、もう大統領が署名をすると、下院通さなくていいっていうのがあるんですよね。ただ、それやっちゃうと、下院の,の存在価値どうなるのとか、 その反対する議員の人たちを支援している国民もいるわけだから、国民の意見を無視するのかっていうので、めちゃめちゃ揉めるんですよ。で、マクロン政権のその閣僚人たちでも、いやいや、さすがにその強制で通すのまずいんじゃないのって言ってる人たちもいるんですけど、じゃあマクロンはもう強制で通すっていうのを、でまだサインはしないのかなもう発表はしていてで、多分めちゃくちゃこれから揉めます、フランス。で、あの、まあ、コロナ禍でできなかった、あの、フランス人ってまずデモが好きなんです。 なので、あの、週末にデモをするのが、ある種の、その、エンターテインメントなんですよ。いや、その、道路を封鎖して、みんなで、あの、散歩をするっていう、楽しいイベントなんですよ。なので、コロナ禍も終わったので、ま、マジガチでみんなでデモしようぜっていう空気にもなってるんですよ。なので、あの、めちゃめちゃ毎週デモをやり続けるっていうのが、あの、コロナの前に、あの、 ジレジョンの黄色ベスト運動っていうのがあったんですけど、あんな感じで多分毎週デモが続くっていうのが今後もなると思うんですけど、とはいえその、あの、世論がどうこうっていうのりは、割とその、もう大統領としての票をもらったんだから、俺は俺のやりたいことをやるぜっていう国なんですよね、フランスは。 いやその世論調査が悪かったから、なよるかとか、ひよるかっていうと、あんまりそうではない、あの、国民性というか、あの、大統領とか偉い人はそう考えるので、なんでその国民のそのデモをやる人たちと、あ俺は正しいことをやってるんだっていうマクロン大統領っていうので、ずっとこう、亀裂が入り続けて、で、まあ、次回の大統領選で結構、その、右派が伸びるんじゃないかなっていうので、中道だったり、左側っていうのが負けるっていう、 その結構めんどくさい方向になる可能性あるよねーって思いながら、まあ、そのフランスは今後も揉め続けるんじゃないかなと思ってる昨今です。というわけで、えっ、ー、と、あの、明日は休日なので、皆さんだらだらと過ごせばいいんじゃないかなと思いますけども。はい。というわけで、お疲れ様でした。えっ、ー、と、心臓外科医に未来ありますかこれからロボットが手術時代になる、手術する時代なのであの考え、えー、外科よりも内科の方が重要があるのではないかと思いました。 えっと、あの、ダヴィンチとかを普及して、あの、リモートで外科をやることは全然増えると思うんですけど、で、そのダヴィンチにある程度その AI だったり、機械学習とかが入って、じゃあ、方法に関してはもうボタン1個押すだけで自動でやってくれます、みたいな、多分なると思うんですけど、ただダヴィンチを動かす人は外科医じゃないとダメだよね。で、そこはずっと外科医が見てないといけないよねっていうのは多分変わらないと思うので、ただ、あの、外科医の仕事がすごい楽になるっていう状況で、別に仕事自体が減るかっていうとそうじゃないんじゃないかなと僕は思ってますけども、はい。 というわけで終わりにします。お疲れ様でした。